9.9国際親善試合、日本4の1ドイツボルフスブルク、デュエルキング、の本領を発揮した。MF 遠藤渡はリバプールに移籍して最初の日本代表戦で、マンチェスターシティで長年活躍した MF イルカイギュンドアン、バルセロナ、とのマッチアップで上回る場面も作るなど、競合のドイツ相手に改めて存在感をアピール。試合も4-1で勝利し、理想的なゲーム展開になったかなと思う。 と手応えを口にした。写真、三笘薫と川口春菜の2ショットに絶賛続々。素敵な身長さ、兄弟でも不思議でない。ブンデスリーガのシュツットガルトで過去4シーズンにわたってプレーし、うち2シーズンはリーグのデュエル勝利数トップに輝いた、デュエルキングのドイツ外戦試合。その称号にふさわしいプレーを随所で見せていた。そこはかなり意識したというか、 リバプールに移籍してから自分に求められている部分。ある意味、ポジションはいつもより高めだったけど、後ろで相手を見ながら、ボールが入ってきたところを潰すことだったり、こぼれてきたところをしっかり取ることだったり、一人剥がされた時に自分がサポートできるポジショニングを意識していた。人に行くことに対しては、今日はかなり個人的にパフォーマンスが良かったと思う。そこは続けていければと思う。 エンドまた MF 森田秀正、スポルティング、とのダブルボランチは熟練の安定感。この日はグキー大阪圭介、広島、が先発に抜擢されており、試合序盤はややあたふたする場面も続いたが、DF 富安武博アーセナル、と DF 板倉孝、ボルシア MG、とのセンターラインで全く動揺する素振りも見せず、チーム全体に安定感をもたらしていった。 試合後、開始直後に大阪のミスで招いたピンチを救った森田は、相手の手足低減も素晴らしいパフォーマンスだったけど、それでもビルドアップの部分で3、4回僕たちの選手に引っ掛けてしまうパスがあった。どれだけ上手い選手でも1、2回のミスは生まれてしまう。そこでやめないこと、他の選手がカバーすることが大事、とことも投げに振り返っていたが、遠藤もその姿勢は同様だった。 サコにも言ったけど、ミスを気にせずにというか、とにかくトライをしてという話をしていた。今ハグキのビルドアップはすごく重要になってくるし、そこを含めてどうやってチームとしてやっていくかというところ。サコがミスをすれば別にサコのせいではなく、周りのサポートがどうなのかとか、チームでどうボールを動かすかというところで、試合前からそこらあたりの攻撃の確認はみんなでやれていた。 かなりうまくボールを動かしながらゲームを進められていたかなと思う。ドイツの選手たちが味方のミスに過敏に反応し、カバーリングを怠るシーンも目についた中、対照的に映った日本代表選手たちの振る舞い。そのチームの中心には紛れもなく、新首相就任でさらなるリーダーシップを発揮する遠藤の存在がある。